結果、倉庫は座談会。はい、じゃあ2行目いきましょう。はい、はい、2行目、まあ、終わりは、まあ、ちょっとええところでまた僕が決めるので、はい、やりきれない霧の中、はい、今だけ苦笑い。じゃあ次の、まあ、次の行というかもうこの続きですよね。そうもうどうしてかこれ羅列の方がいいんじゃないかっていうことで、あ、この苦笑い不満、あ、不満、不満、やりきれない苦笑いは謎やというところで、まあ、そうですね、僕のそのちょっと苦悩、うん、あ、そういう感じで、そういう苦笑いは、今だけ苦笑いは何から来てるの？何から来てるの？不満苦悩。なるほどなるほど。統治法っていう、はい。統治法ですね。はいはい。でもどっかちょっと私的でやりたいっていう自意識があって、はい、サザン並みっていう。もうめっちゃやばいな、これもう。これでいいから。不満苦悩サザン並み。いや、これサザン並みっていうのは、小中のサザン並み。あ、そのダブルミーニングしてくる感じで、そっちのあなた突っ込むと帰ってこれへんからやめとこやめとこ、ちょっと乗っかっとこう。だからそう言うたらちょっとアルコール中毒の不満苦悩たまって不満と苦悩がたまってるけど、霧の中もなんか霧島的なあれ中やな。あの僕の意見はそうですか、これないんですよ。苦悩ない、苦悩ない、苦笑い苦悩でダブルでクーくるとちょっとダメなんじゃないですかね。やっぱりここはさざ波か、ね、ただ僕もないです。今気づきました、霧って水のやつ出してるさざ波はないでしょ。ないがー、不満しか残らへん、やばい、不満しか残らへん。こうもう一斉に出してそっから選んでいった方がやっぱりいいです。そうですね、ほな一斉に出したせーの、はい、はい、もうこれいきますよ、一匹狼君君一匹狼沈み込む、あ、ね、君寂しがり屋。いや、一匹狼沈み込むは正直霧の中に入ってる感じがあるんで、僕的に最強。いや、いいんじゃない、これはかなりいい。なんかね、苦笑いもちょっとニヒルな感じが合うのがね。じゃあ、せーのでいきましょうか。はい、あ、せーのというか一人ずつボンボンボンでいきましょう、ね、ボンボンでいきましょう、はい、じゃあ僕からいきますね、はいはい、全て歯がゆい。あー、いいの持ってたな、はい、僕ね、ちょっとね、いきなりキャラ変わるんですけど、はい、まあ、ちょっとね、なんか一匹狼って来て、ちょっとあのレーサー的な、あの走り屋的なイメージだったんですよ。夜が吹けるスピードっていうめちゃめちゃやばい感じが出るけど、すいません、ちょっと夜が吹けるスピードはちょっと素敵だな。これかっこいいね。これやばいでしょ、これやばい、これもう採用されんかったら絶対自分で使う、これこれやばい。何個でも歌詞かけるわこれ。なんで便利なツール。ちょっと俺あの中心線に持っていって、ちょっとなんかこれこのままいったらならちょっとあのワードなのこれ全て歯がゆい絆。おおわあ、これかっ、おいいいいいい、湘南の風みたいな。これ全員のこっていいんじゃないですか。このままこういっちゃっていいんじゃないですかね。ああ。これじゃあ全員のこしでいきましょうか。ちょっとなんかヤンキーの歌色が強くなってきましたね。まあ、まあ、でも時代それでいいなんで、ヤンキー色ちょっとヤンキー色強いですね。じゃあもうサビに持っていきたいぐらいです。もうサビ行きたいですね。うん、これもうサビ行けますね。サビ行っちゃいましょう。サビ行きましょう。サビ一発目の言葉を。これちょっとサビの言葉ちょっとこれ抜群なのがあります。抜群。はい。どうぞどうぞ。背景メッセージ、背景今から伝えるよっていう、背景メッセージ、今から言うよっていう、なるほど、サビっぽいワードを、うん、はい、まあ、でもありがちなんですよ。これどっちですか、そのドア玉に来てほしいのか。いや、ちょ僕途中どこかに入ればいいか、はい、めくるめくる。はい、これもちょっとあ、めくるめくる。いや、どうすか、これもこのワード、このこれ使いそう。なんかね、ちょっとアニメの曲のね、多分ね、どっかに出てきそうなんですよ、めくるめくる。いや、違う、まずはちょっと、隣り合うんですけども、人形、微笑んで、寂しがり。ああ、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。という感じで、いいですね、いいですね、行きたいと思います。そこに韻を踏みたいんですけど、あ、じゃあもう出していきましょう。はい、もう、めくるめくる奥の星、お人よし。ああ、何やねん。もうどっちなのかよくわからないですけど。
ほしい、お人よしってもうなんかあれですね、ラップ始めたてのね、本当にあのラップ始めたてのね、あの某カリーさんがあのラップ始めたてのね、あの最近やたら何かしら韻を踏むってフェイスブックでもやたら韻を踏む言葉と刀で韻踏むからやめがいあんま見たないわ背景ね、頭がね、サビとしてもね、歌いやすいですよ。あこれね、こう言ってみてもいいんじゃない？背景は、あいいですね。背景、お人よしの間にノーとか入れちゃって。のメッセージ。そう。なるほど。これ、ちょっとカリちゃんっぽい感じが出ますもんね。こうなってくると、やっぱお人よしの方が僕は言葉としてかっこいいなって思う。あー、下げちゃう。寂しがり屋のちょっと自分なんですけど、寂しがり屋。背景、お人よし、まあ、ノーとか入れちゃって、お人よしのメッセージ。微笑んで奥の星ぐらい。ああ、寂しがり扱いたいけど。ちょっとでもだってお人よしいて寂しがり入ってきたらちょっともうどんなに、ね。ああま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 あちょっとあれかな。自意識がちょっと怖いでしょうこれは。ああ。いやでもこっからですから背景お人よしのメッセージだから、はい、今から何を伝えたいかっていうところになるわけですよね。いいですか。はい、いいです。それぞれの叫び声。あいいですね。綺麗な、ね、それいいですね。綺麗な感じ。いいですね。ちょっと僕もちょっとその後に続けたいですわ。ちょっと二つの朝日にしたんですね。二つの朝日。はい。ちょっと夜明けを二つ。俺とも前とも。どういうことですか。相川翔子。相川翔子。あやっぱりの来たわ俺。ちょっとこれちょっとやばい来た。行こう行こう。どんどん出していこう。どんどん。俺のぬくもりってやつ。俺のぬくもり、俺のぬくもり、それじゃないですけど、俺のぬくもり、俺を感をすごい出してる。俺が作ったから申し訳ないけど、今これ俺ぬくもりくん。ちょっとね、ヤンキーの路線に戻していい？はい。十分ヤンキー路線に行ってますけど今、完全に。騒ぐ天の邪悪。出た。キラーワード、キラーワード、キラーワード来ましたよ。はいはいはい。騒ぐ天の邪悪来ました。自分の中のこの暴れたい気持ちみたいなところ。騒ぐね、騒ぐ俺のぬくもりにしたいです騒ぐ俺のぬくもりにそのコンボしたいですわ2つの朝日、騒ぐ俺のぬくもり騒ぐ俺のぬくもりいいんじゃないですか天野ちゃん、正直ね、やっぱね、さっき僕が寂しがり屋を抜いたのはここでやっぱ主人公ワードが来てるんで、ここで天の弱はね、ちょっとやっぱやめましょうかね。じゃあ、騒ぐ俺のぬくもり。いや、これでもね、正直ね、もうできたんじゃないですか。ああ、俺結構やばいっすよ。めっちゃやばいのね、俺の方。じゃあ、ラストワード、1人1枚ずつ出して、締めにしましょう。2枚じゃなくて。ああ。俺ね、めっちゃ重いの。じゃあラストワード、もうストワード、枚数は関係なくちょっといい響きをね。これやっぱね、あの外来語と日本語を混ぜると革命が起きる。あの寿司にあのマヨネーズかけたみたいななるから、ちょっと言っていいですか、はい、これから、はい、ゆっくりとハロそういう全く意味わからんけど全く意味わからんけど、多分俺もこれ歌詞で使ってまいりたい。ゆっくりとハロ意味は全然分からん。これね、あの一応今日選ばれなくてもこれ殿堂入りゆっくりとハロ、これ面白い全く意味わからんけど、これ面白いですね。ゆっくりとハロはもうここに変えてきますゆっくりとハロね。いや、これかなりいいと思うよ、俺。ゆっくりとハローは、どこで使うか分かんないです。ゆっくりとハローで終わらせたらええんじゃん。あ、ゆっくりとハロー。いや、確かに、最後ハローで終わるのは、うん、オープニング的にかなりありや。微笑んで奥の星、ゆっくりとハロー。全く意味分からんけど、全く意味分からん。確かに、でも、いいっす。いや、もうそれ超えるのがないなと。まあ、じゃあ、僕スタイル、僕からいきますかね。ですね、はい、僕は5のやつ、やたら5、はい、はい、カサゴシ6ですね、あんま変わんなかったですね、カサゴシが6、はい、で、あと全部で、はい、あの大差でカリスマシのめちゃくちゃ重なっても、作詞家
ですね。そうですね。ここちょっと消させていただいていいですかね。あのここにね、あの3000とか時代それでいい2015作詞、はい、作詞ね、はい、カリスマと、はい、ありがとうございます。おめでとうございます。月刊創価座談会の、はい、オープニングテーマになります。はい、タイトルは時代それでいい2015ですね。もう来月終わりやけどな。2016にしてもいいかもしれないですね。いや、でも始めた時っていうのが重要だから2015で始めてるから2015にしときましょう。新作っていう意味のね、うん、やっぱ、うん、じゃあ1行目、はい、やりきれない霧の中今だけ苦笑い一匹狼沈み込む、うん、全て歯がゆい絆、はいはい、夜が更けるスピード、ここからサビです、はい、背景お人よしのメッセージ、それぞれの叫び声2つの騒ぐ俺のぬくもり、微笑んで奥の星ゆっくりとハロー。いいんじゃないですかね。いいですね。まあ、曲の終わりイマジネーションはやっぱ巻くので、いいじゃないですか。やばいな、はい、すごいな。で、こういうゲームです。はい、あ、もうズバリ趣旨が分かりましたね、はい、っていうので、はい、じゃあ後半に続きます。はい、はい。